皆さんこんにちは。今日は、日曜日です。家族の買い物を頼まれたものを一人で、買い出しに行ったんです。日曜の食料品と、あとは、食パンもなんですけど、いつも買ってる食パンのお店がですね、閉店してしまいましたので、同じチェーン店がある。アピタ長津田買い物は強いです。で、この買い物に行く道中だってですね、最近感じたことをお話ししたいと思います。息子がですね、大学に入学しまして、それはそれでまた一つ不安な節目として感じるんですけど、それよりも、2つ感じたことが大きく大人になったなと感じたことがあって申し上げます。一つは、先日日曜日にあった大津地方選挙、それに息子と一緒に投票を受けたことがあって、今は18歳だから選挙権があるので、私たち年齢を分かる、それでもやはりそういう政治に参加できるかというのが、もう一つは、それよりも強く感じます。それは自動車免許証の話です。これはですね、先週の木曜日に、神奈川県の、免許センター二俣川にけど、そこに行って無事に免許を取ってきました。現在の車は我が家の1台しかないんですけども、こういう同じ車をですね、運転できるぐらいに大きくなったんですけど、現時点では、この車にかけてる原因はですね、妻と私2人だけ1日保険を使いながら、ある程度とかですね、十分運転できるようになったら、そのうちに、家族全員が運転できるように切り替える必要があるなとは思うんですけども、現時点ではまだね、免許取ったことはすごく大人になったなと思って、こう感慨深いものがあるんですけど、それとやはり人様を引いてしまうとか、事故に遭わせてしまうっていうこともあるので、可能性があるので、それは私も含めて、慣れない車を、少し、自分たちの同情をしながら、なんていうのかな。この2つのイベントっていうのが、私にとっては、大学に入学し、大学の授業っていうことよりも、はい、飛んでましたね、今の。今日は飛んでました。今日はですね、午後から雨が降るということで、もしかすると買い物客の方がオープンと同時に押し寄せたのかもしれないです。いや、混んでました。今行ったところはかなり、安い値段で売られていまして、現金しか使えないんですけど、なので、土日は非常に混みますね。ただ商品の中にはあまり美味しくない、お肉があるので、パッケージされてるようなブランドのものなら買っていいと思うんですけど、野菜もいいのかな、魚もいいんですけど、ちょっと肉類があまり良くないです。で、食パンもですね、あそこで買ったら普通のやつは買えるんですけど、ちょっとあまり味があれなので、久しぶりに会った方が出しているパン屋さんも
アプリのこのカーネットというアプリ、それから、メディアコントロール、これがですね、購入して3年間ぐらい使えますので、このカーネットで目的地を設定をして、キャプチャーの中で検索して、それを登録して、でこの車を、テザリングをして Wi-Fi に繋いで、設定したということです。今ちょっと GoPro をこうワイヤレスコネクションしているので、またちょっとこの、ディスカバープロ自体はインターネットに繋がっているんですけども、まあ、これで簡単に目的地をこちらのリンクさせることができます。どうしたの？それと図書館、帰りにちょっと図書館にも寄って帰るから本借りたいから。日記でもいいし、短期でもいいし。そんなにも。昨日パン屋行った人と思われるよ。いや、そうなことないやろ。考えるんだったら。うん、まあそう。じゃあ、もう了解です。あれ？まあ、その辺適当に。え？はいはい。あったらいいやん。AV いくらかかった？4,000円弱。あ、じゃあ、普通にパン買って。おーい。バイバイ。バイバイ。はい、今買い物終わりました。ここの石川石窯工房ラトーナお店に行ってきまして、ちょっとね、今ここ車出すんですよ。出てくるとで隣に車が止まってるの、しげさん真っ中かな。ここに3台止めるんだけど、車がついてるのに窓ないですよ。車がないと必要がないとあれかもしれません。止められないと怖いですね。せっかく入る。はい。さてと、あ、こういう感じで久しぶりに、ヤフタ長津さんに来ました。パン屋さんはやはり混んでましたね。ここは、まあ、今昼前なので、昼食を食べている家族に食べられました。あとはね、個人的に本を借りに、青バッグのそういうなんていうか来てるね。で本を借りて家でのんびりしたいと思います。